野球好きですか？いつ頃から野球見てました？あ、野球はね、あれなんですよね、あの私名古屋の出なんですけど、82年で57年で昭和にドラゴンズ優勝の時、あの記憶ですね、一番古い野球の。じゃあドラゴンズファンだったわけですか？ドラゴンズファンですね。あ、私も元ドラゴンズファンだ。そうですよね。そうそうそう。なんでドラゴンズなんか好きになるんですかね。あのね、あれ V9 時代でしたっけ当時、そうですね、読売 V9 時代ぐらいは知ってるんですよ、ただ、ひねくれ者だから、みんなが読売ばっかり応援してるのが気抜かなかったんですよ。関東の方ですか？関東だけど、だけど関東だとしてもヤクルトとかあるじゃないですか、太陽とか、東映とかありますね、あるのに、揃いも揃って読める読みりっていうのが気に入らなくて、で、まあ、読みりが どっちかというと嫌いだったんですよ。で、漫画のトイレット博士って知ってます？鳥居和之さんの、あれの中で須波先生っていうのが出てきて、須波先生がドラゴンズファンなんですよ。多分作者がドラゴンズファンなんですよ。で、あ、ドラゴンズいいかもねと思って見てみたら、まあ、当時のドラゴンズって本当にいい選手揃ってて、キャッチャー木俣さんでしょ、ファーストマーチンさん、マーチンそれからセカンド高木守道さん、ショートがショートやったっけな、まああと誰いたっけな、まあたかあ、まあ、そのぐらいのね、名選手が揃ってて、しかもピッチャーの星野さんからね、須崎高松さん、松本さんとか、もうすごいチームだったわけですよ。なるほど。なもの、そりゃ好きなの、これすごいな。で、ユニフォームがかっこよかったんですよ、あの当時、ブルーカラーで。あの当時、あんなブルーカラーのユニフォーム、わかんないんですよ。あ、なんかユニフォームの歴史みたいな本、カラーのやつ読んだ、見たんですけど、ほとんどなんか、ジャイアンツみたいな赤とオレンジみたいな、オレンジと黒が多い、西鉄とかも、東映フライヤーズもそうだったんですし。なんであの同じ色にするんだろうな。ダッサーいあれでね。それがドラゴンズだけはブルーカラーのラインが入ってて、これなんか竜の黄色いなんか竜のイラストが書いてあるような。ああなんかあったかな。とにかくあのストライプのブルーが気に入って、他にこんなチームないなと思って、かっちょいいなって。へえ。選手もいい選手揃ってるなと思って。ああやっぱりドラゴンズいいやってなったんですよ。それは昭和50年ぐらいか、45年だから51年ぐらいですね。あ、51年ぐらい。矢沢さんと張本さんが首位打者争って、モーサーみたいな、モーサーのやつで、はい、で、モーサーで矢沢さんが勝った時の頃ですね。アキレス腱切る前、あ、そうそう、アキレス腱切る前、そうそう、矢沢さんもいたんだ、矢沢さん、そうそう、矢沢さん、大島がルーキーとか、ね、大島さんもいたでしょ、あ、タオがルーキーとか、タオさんもいるしさ、すごいチームなんだよ、結構いい連盟揃ってすごいですよ、本当に。あ、なんで毎年優勝できないのぐらいのね、監督の差なのかみたいな。あれでもその V9 を阻止した時はまだそこまで好きじゃなかったってやつ、49年 V9 を阻止した、昭和49年ですか、あの時は野球そのものがまだ興味ないっていうか、そういう時期ですね。あ、じゃあその 1,2 年後みたいな。そうですね、そうそう、ユナミネ監督ね。で、ちょうどね、昨日ね、自分の、まあ、実家とか親がいるところに行ってきたんですけど、たらその当時のスクラップブックが出てきたんですよ、野球の、当時毎日新聞切り抜いてスクラップしてたんですよ。それは何ですか、なんか何新聞ですか、ちなみに。一般紙、当時うちは東京新聞だったんですよ。あ、それ中日系、ね、中日系なんですよ、だからもう最高なんですよ、私にすれば中日系の新聞だから、中日の記事が一番こう全面に出てて載るんですよ。だから王さんがさ756号打った時の記事もあるんですけど、すごいちっちゃいんですよ。本当ですか。これいつかね、生配信かなんかやろうと思うんですけど、あのそのスクラップブック眺めながらね、あの要するに、まあ、昭和52年かなのプロ野球を振り返るみたいな感じで、もうね、それ毎日やってるんですよ、130試合全部もうすごい資料ですね、それ。そうですね、価値がありますね。そう、ただそれ毎年やってないからね、1年か2年ぐらいで終わっちゃったんですけど、あそれ見て俺本当に好きだったんだな、中日と思って、ね、あ、でもその王さんの756号が52年、52年だったんですよね。でもそのこれも15年ぐらい前かな、朝日新聞が週刊20世紀みたいな、なんかムック本でもないか、なんかこう、ありますね、あれ出してて、あれの昭和40、その年かな、見たんですけど、あのもう
朝日新聞のあれか分かんないですけど、全くそのジャイアンツのことがほとんど書いてなくて、王さんの記録も52年版見ても載ってないし、48年の49年の長島引退とかそんなのが載ってないし、ああそういうやっぱり新聞社が読売じゃ読売やっぱり盛り上げてたんですかね。まあでもあれ世界記録だからもうちょっと扱ってもいいんじゃないかな。世界記録ってまあ本当の世界記録じゃないけどね。まあ、はい、狭いですからね。そうですね。だけどまあ一応そんだけ日本中あんだけ盛り上がったわけで、あれも盛り上がり覚えてます？何なのですか？あの王さんの。ああ覚えてないです。覚えてないですか？ただ私その王さん多分現役最後の時代に初めて名古屋球場に行って、多分王さんの最後の雄姿を見てるような気。記憶が一番最古い野球観戦の記憶が巨人戦で、多分王さんが引退した年じゃないかな。80年か。あ、そうですね。55年ですね。そうですね。その年が一番古いんで、その3年前の熱狂とかよく知らないんですけど、すごかったんですか、やっぱり。あの世界記録の時はね、その前のベーブ・ルースの時も結構すごかったですよ。714か14、15でしたっけ、の時もすごかったですね。で、なんでそんなにまだね、世界記録はまだしもベーブ・ルースさん日本とあんま関係ないんじゃないかなと思ってね。私はそうちょっと冷めて見てたんだけど、さすがにね、翌年のそのハンク・アーロさんの記録破るって時にはまあ仕方ないっていうかね、まあそうなのかなという感じでは見てましたけど、まあすごい盛り上がりで、で王さんやっぱりスランプになっちゃったんですよ。あ、らしいですね。しばらく出なかった、しばらく出なくて余計に盛り上がるんですよ。もうために貯めてみたいな、早く出して早く出してっていう、みんなそう思って見てるのに、まだ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 ってそんな感じで、あの王さんあれ狙っちゃったんだとしたらすごい演出なんだけど、まあ、そんなわけなんだけど、みんな散々盛り上がったんですよ、で盛り上がった期間がとんだけ長くなったから、いわゆるスポーツ新聞だろうなんだろうありがたかったんじゃないですか。ああ、なるほどね、スポーツ報知とかなんかありがたかったと思いますよ、ずっと引っ張ってたから。でそのやっつけた、あれやられた相手が鈴木康次郎さん、ヤクルトの、あれも何度も何度も流されて返そうだしね。結局みんなそういう風に使われるのなんとなくわかるから、一生懸命抑えてたりね、敬遠したりしたと思うんですけども、あの一郎の200本満の時のそのかみたいなロッテの毎回出てくるみたいな。ああ、そうなんだ、へえ、面白いな。でもあの当時ドラゴンズ弱はそんな強くなかったですよね。そんなにドラゴンズはずっと A クラスだったんですよ。昔のセリーグって、まあ、1に読売、2に阪神、3がドラゴンズ、ここまでは中日ね、まではもう確定的だったんですよ。であと B クラスがその残り3つを、あと3つがどれ取るかみたいな。もう広島は強かったですよね、50年代。50年代になるとね、昭和50年にルーツ監督が入って、で、小葉さんになって、ルーツさんって辞めちゃったんですか？ルーツさん、すぐ辞めちゃったんですよ。で、小葉さんになって、で、優勝して、そっからはまあ、ある程度安定してきましたよね。でもその前は良かったんですよ。その前は、荷物みたいな感じだったんですよね。その前は全然優勝しないですからね。だって広島の片田舎の球団だったわけだから。そうですよね。で昔はやっぱりその地元の選手を中心に取るみたいな感じだったから、それはもうダメですよ、ダメですよ、あんまりあんまり、だからそんなに花形選手も少なくて、というか知名度があって実力がある選手はみんな読売行っちゃうんですよね、その頃はね。わざわざその読売が誘ってくれるような選手が広島に行かないんですよ、やっぱり。当時の移動とも大変ですよね。移動も大変だし、そうそう、すいません、あったか、当時の広島なんか多分相当不便だったと思うし、西鉄とかね、西鉄とか大変ですよね。大変ですね。だからああいうところもなるべく地元の選手でっていう感じですよね。でも今のパリーグがその北海道から、福岡まであるから移動が大変だっつって、セ・リーグがそれよりまあ楽っては言いますけど、そう昔は大変だったですよね。昔は大変だったです。だからパ・リーグ人気ないから、そういう地元職で売ったんですよね。だから昔あのオリオンズは東京って言ってたわけですよ。東京オリオンズ、ね。東京オリオンズ。あれ長田とか。そうそう、長田オーナーがパ・リーグはあんまり目が出ないから、その地域職を出そうっていうふうにさ。江本とか、ね。カツラギとか、そのなんだっけ、光のスタジアムみたいな、東京スタジアム、
あの南千住にあった。あれもでも10年ぐらいで終わっちゃったみたいだし。結構あちこち球場行かれました？いや私はあのもう地元が名古屋なんで、名古屋、子供の頃はもう名古屋で、あとは東京に来てからはまあ、ちょいちょい下千葉とか神宮とかドームとか行ってましたけど、そんなには行ってないですね。あ、そうですか。私は多分ね、後楽園球場と名古屋球場しか行ったことないですね。あ、そうですか。後楽園球場が2回くらい、名古屋は1回行ったんですよね。あ、それはいつ頃ですか、それ名古屋球場。名古屋球場行ったんだから、中日ファンの子だから昭和53年とか。本当ですか。私は親戚がいたんで。あ、そうなんですか。ちなみに覚えてますね、内野とか外野とか。あのね、バックネット裏取ってくれたんですよ。わざわざなんか苦労したと思うんだけど、バックネット裏取ってくれて、ただ内情覚えてないんですよね。何戦とかも覚えてないですか。覚えてないですよ。多分読売戦だな、多分な。それは当然巨人戦でも人気と満員になりますから、ね、だからそれでバックネット裏だから相当苦労したと思うんですけど、取ってくれたんですよね。そこにかかっありがたかったんだけど。でも当時その少年ドラゴンズってのがあって、子供の会員なんですね。それで年間あの20枚そのヤクルト戦、巨人戦ないんですけど、ヤクルトが人気のない太陽戦の年間の大席のチケットがそう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 来るんですね。そう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 、チケットが昔のねプロ野球はね。だってで、ああのパリーグとかの人気のないチームだと入り放題なんですよ。子供は入り放題。あ、そうなんですか。そうそう、だってそれでもしかして親が一緒に来てくれればいいし、そうでなくても、そうそう、子供がその育った時にやっぱり、そのファンに育つからっていう長期戦ですね。で、当時のパーリーグはほぼ全て子供はフリーパスみたいな。後楽園ばっかりだね、当時。あの後楽園が多かったっていうか、ああ、いや日本ハムですね。あの頃後楽園が本拠地だから、日本ハムはちょっと別ですけど。やっぱ後楽園球場はケチだったですね。あ、そうなんですか。と思いましたよ、私の記憶では。あれですね、あのロッテだからオリオンズ、東京オリオンズが、その東京スタジアムがなくなって、やっぱり川崎球場。あ、そうか、川崎。川崎球場は本当にあの子供がファンクラブに入れば、それも安いんですよ、本当に会費も安いんだけど、で入ればいくらでも自由に入れるんですけど、それでもあのガラガラですからね。プロ野球にしてネタになる、まあ、悪い街でしたからね、当時の川崎は。確かにね、確かにね。で川崎球場も汚かったしね。でプロ野球ニュースの今日のホームランで、ホームランボールが入ると観客席誰もいないで、そういう場面ばっかり。わーで取りに行くっていう。取りにも行かないぐらいのあれじゃないですか。で、たまに人がいるとね、カップルが寝そべってたりとか。あ、昔のね、プレコープレの定番ですよ。そうそうそう。楽しそうにやって、ね。あれ、ほんとそうなんですよ。パリーグは当時はひどかったね。あの名古屋球場もその少年ドラゴンズが年間2000円で、キャップとその年間チケットとかいろいろ下敷きとかもくれて、で、しかも、そもそも外野席が400円だったんですよ、大人。で、子供200円で、めっちゃくちゃ安いんですよ。でも、その80年代とか50年代後半ぐらいから、急に高騰していった感じの影響になりましたね。結局選手の年俸が上がってきたからじゃないですかね。その山水館の普通の上がりのほかに、福原屋さんの別館のね、経営を通うにやらせてくれて、その上がりをくれる、上がりのいくらかをくれるっておっしゃってんだ。火曜からすればとんでもない話なんですよね。